こんにちは、砂浜でたっぷりチェアです。今回はこちらのコースで遊んでみたいと思います。これはあれかな、ヒロシかな、たけしか、ヒロシじゃねえわ、たけしかな、たけしマリオ。ああ。なんやなんや。途中でジャンプすると死んだ。これスクロールに追いつかなくて死ぬんだ。すげえ。どうなってんだこれ。おー、ではこちらやっていきたいと思います。ツイッターでいただいたコースです。3月9日にいただいたステージで、その時点ではまだクリア者がいなかったみたいなんですけど、もう5人もねクリア者がいらっしゃるんで、まあまあまあって感じですけど、さあ行きましょう。あー、この二日酔いのせいで結構厄介な感じですね。自分の位置がうまくつかめないのが二日酔いのつらいとこ。あっ、そんな、ここで待って、これ乗って、ほら、いけたじゃん。いけちゃったね。ああ、そうか、ここで踏んじゃダメか。シャッと行きたいのに。1匹目踏んで、2匹目、3匹目踏んで、ここで耐えて、そのまま飛んで大丈夫。ふふ。ここに置いて、踏む。はっ。Pスイッチが。お、なんかゴールできたけど。やったー。あらゆるギミックをスルーできてしまいましたね。じゃあ行きましょう。こちらもツイッターでいただいたコースです。これも3月9日にいただいたステージですね。じゃあ参りましょう。いや、これ相当むずいぞ。どうしようこれ。オッケー。下ジャンがポイントだね。なんで？オッケー。はい？どっちで行くべき？下かな？オッケー。うん。ん？これは、一回こっちに出て、こう行って、スピン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 、うん、入る。よしよし。うわ、これプレッシャーかかるな。これよくクリア者2人も出たな。途中で死んだらやる気なくしちゃいそうだけど。こんなもんかな。時間も結構ねえのな。まあこれ時間に煽られないように調整してちゃんとやっていかないと。 OK、 あと歩いて大丈夫か。本当か。これどうなってんだろうな。まだまだ続くんだろう。え、上行けちゃうのかよ。しかも選択系？嘘だろ？普通に考えて一番右だけど。なんか、うわぁ、そういうことしちゃう、この投稿者。そういうことしちゃう、そう。やりやがったな。ここは何も考えずに、右から順に潰していこうと思います。ふへへ。あぶねえ。結局3択は一番最後までできないんだよね。知ってた。それが俺だって知ってた。よかった、入れた。これは、勢いだな。
危ねえ危ねえ茎に当たりそうだった。オッケー、はいはい、入った。ここの最後だけどいけるかな。間違いなく大ジャンなのは間違いない。大スピンジャンプっていうのは間違いないんで、これ当たんねえな。オッケー、当たりそう。オッケー、あぶねえ。オッケー、ちょっと泳いだことで時間を短縮できたな。ワールドの海面はね、得意なんですよね。ワールドが一番得意なんです、海面。さあ来ましたね。オッケー、届いた。あー待って、これさ取れるんだよ。オッケー、これどうすりゃいいんだろう。そっか、こうか。オッケー、別に取る必要なかったね。アップデート要素を全てつぎ込んだアクションステージ。3月9日に、3月10日にいただいたステージなんで、そっか、アップデートトゲコンボとか出てきたのその時期か。もう半年前になるんだな。早いわ、もう半年かって感じだけど。キノコ。あ、死なねえんだ。これも突っ込んで大丈夫そう。今度はそうか、コインか。ファイヤー、お前が持ってんのか。ドアに入ると中間があり、これ多分全部倒さなきゃいけないんじゃね。違うね、そんなことなかったね。え、あぶねえ。え、どっかに入るのか。手前入れたぞ。出てこれた。これ全部コイン集めてこいだな多分。これも入れますね。お、危ねえ、死んだと思った。オッケー、ただいま。あ、そこに出るか。一番最初か。お前だ。多分ここ。じゃあこれ入って。お、あったね。でも取れないね。とりあえず倒しちゃおう。え、 OK、 鍵ゲットしたね。鍵ゲットしたけど、あ、あるね。あぶね、入っちゃいましょう。で取って、もう一回入ればいいのかな。ただ左行けない？行けねえか。あれ？鍵使うようなとこあったっけ？あ、あったな。ここかな？お、やった。中間だ。なんだ、バネでも必要なのか。バネ？でもなんかバネなくてもいけそうだぞ、これ。ほっ。オッケー。やばそう。こういうさ、アイス美味しいよね。チョコレートのこういうアイスうまいよ。
こいつに入らなきゃいけないわけですね。キノコもらえるのか。あたたし。次のドア入んのきつくねえか。だいぶずれてるもんなこれ。いける？え、多分無理だなこれ。だったら最初からこういう動きした方がいいよねっていう話。 OK、 初手でいけねえかな。いけた。オッケー、ふぅ、聞いちゃったかも。こちらもツイッターでいただいたステージです。クリア率1800分の0だったか。3月10日の時点では。バネ、バネ、バネいらないよね。そこら中にあるもんね。違うから、なんかそんな気がしてならない。ほらほら、いけちゃうぜこれ。上もいけそうだし、多分ダメだな下行ったら。ですよね。あ、どっちにしてもダメか。じゃあ一応確認のためにドアに入り、お、なんかこっちが正解っぽいな。結局は遅刻なんなきゃいけねえか。あと20秒。13秒。上、下、はい。ここ最初はまず間違いなくノンストップだね。ここでスピンしてギリギリ届いて、はい、直接タイム。 OKOK で、勢い、オッケーで、土管入って残り15秒。くるんで右逃げして、もうこっからは時間見ないでっていう。あぶねえ。あー、惜しい。おっす、危ねえ、ギリギリセーフ。よーし、ベストタイムもいけそうだね。やんないけどね。じゃあ今回はここで終わりたいと思います。最後まで動画見てくれてありがとうございました。チャンネル登録をすりでない方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。アディオスアミーゴー。出川哲朗、食中毒、スプリングスピラー、スプリング、スプリング、スプリング魔王、ドーン